現在、ギャラリードカスナでは素材に焦点を当てた現代美術の展覧会を開催中です。そこで今日は森真理子さんをお招きしていろいろとお話を伺いたいと思います。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。森真理子さんに関しましては今回の展覧会の中に白い円形の彫刻を出していただきます。でこれはあの素材がですね、このギャラリーのオーナーの春日さんが、まあ、深く関わっていらっしゃるブランビジュという素材でできているわけなんです。はい、まあ、まずはですね、その素材を使ってみた時の感想といいますかそういうものを何かお話していただけますか。そうですね、先ほどもお伺いしたんですけれども、春日さんと5年前に初めてお会いしてブランビジュという素材をご紹介いただいたんですけれども、非常にピュリティの高い素材だということで、私長年、まあ、20年近く白が好きで作品にも自分自身も着ておりますので非常に惹かれて、ぜひ素材と作品の素材に使わせていただきたいなというふうに思いまして。ありがとうございます。はい、そんなご縁でした。どういうふうにその素材のことを知ったんですか。それはご紹介いただいたんですけれども、うん、まあ、その時は初めてその5年前に、うん、ご紹介いただいて、うん、したということなんですけど、じゃあ作品がね円形をしてるんですけれども、はい、この作品の背景っていうのはどういうところにあるんですかね。そうですね、リングと呼んでいるんですが、うん、まあ、リングというと、まあ、いろんな意味がありますけれども、禅で言うと演奏だとかね、うん、そういうフォームではあるんですけれども、これ自体はもともと4年前 の, リオのオリンピックの時に滝の上に作品を設置しまして、でそれは、まあ、リングだったんですけれども、でそれ自体は、2007年に夢の中に出てきて、で滝の上にこうリングがこう浮かんでる夢を見て、で滝がものすごく魅力的だったので、どこにある滝だろうと思ったらば3年後にブラジルで個展をやることになって、でその時に見に行ったんですけれども、もともとはその夢が出発点だったんですね。でその滝に行ってみたら夢で見たのと同じだったんですか。夢に見たのと似てるのに出会うまでは30箇所の滝を見に行きました。はい、神がかってますね。もう、いや、神がかってるというよりもフィジカルに体力が必要な、うん、場所によっては 4、5 時間トレッキングで歩いていかないと見れないところもあったんですけども、うん、最終的な場所が3箇所ここだってオリンピックコミティと決めたところから3回場所が変わりましたので、うん、最終的には一番いい場所にはなったんですけれども、うん、いろいろなんていうかこう、紆余曲折ありまして、最終的には設置できたんですけれども、やっぱりこうそういった自然の中にね設置するので、素材ということは非常に素材もそうだけれども、こう構造設計とかそういうところも含めてエンジニアリングっていうのは、うん、それを設置する上でのキーポイントだったなというふうに思います。うんうん、私も最初の頃話を聞いてこれ本当にできるのかなって思ったんですよね。はい、でも場所も2回3回変わられたとか、はい、それからその空中に円形のリングが浮かんでるっていうのを作るっていうのはね、技術的にも相当難しいだろうと思ったんですよ。はい、でそれがまあ都会の中ならまだしもですね、自然の滝の水の流れてる上ですよね。はい、よくそんなことができたなと思うんですが、最後までああいう難しい不可能に見えるプロジェクトを持っていきますよね。ね、すごい意志ですね。信じるしかなかったっていうこともあるんですけれども、最初に
まあ、2番目にここにしようってなったところと最終的なところと滝の水の量が5倍変わったんですね、でもすでにソリッドでスチールのソリッドで 3D ミーリングでもう足を製作してたところだったんです。でこれも割とその最近のテクノロジーで、まあ、ボストンでそこにすごく強いそういったことに強い会社があってトライピルミッドっていうんですけれども、そこで製作中だったんですよ。すっごく細くて下から全く見えないような細さだったんです、その当時は。でも5倍になったらばもちろんそれじゃダメなわけですよ。滝の量、水の量って言ったらもう本当に凄まじい、自然というのは凄まじいですから、でそれでまあ構造計算をし直して、それは持たないということでコンクリートブーツと呼んだんですけれども、こうコンクリートでさらにそれをやらなきゃいけない、でも下からは見えないように高さになっていて、まあ、上に行くとブーツが見えるという、まあ、ちょっと想定外のこともありましたけれども、でもそれによってさらにこう構造的には強化されて、はい、じゃあそのリング自体はどういう素材でできてたんですか？リング自体はですね、アクリルの積層になってます、でその積層の間にこう色が入っていて、それで最終的にはこう削るんですけれども、でもそれもその削り出しもかなり大きいアクリルなので、削り出しをその装置自体も最初から作って、刃とかもこう設計してそれをまあ作ったんですけれども、もう一つお伝えしたいエピソードは、予算の関係で最初はロバで滝の下から持っていくっていう話だったんですね。滝の上まで58メートル高い滝なんですけど、でところがオリンピックの開催に間に合わないということになって、でどうしようというふうになったらば、ちょうど6トンヘリがサンパウロにちょうどその期間だけ仕事せずに空いてたんです、でところがリオはオリンピックの会期中はエアタイトって言ってそれとヘリコプター飛んじゃいけなかった、でもサンパウロからは飛んでいけたんで、ヘリコプターでそれを58メートルの滝、サンパウロって結構遠いですよね、まあ、いやそうでもないですよ、ずっと運んだんですか？空中を、空中を、6トンヘリ、じゃあそれは色は白ではなくて、はい、それは太陽が後ろに来るとゴールドになる、正面になるとブルーになるっていうふうに色を変えました、それ何度も何度もその実験を繰り返して、レイヤーなんでたくさんのレイヤーがあるんですね。でそれでその入れる色の場所とかエッジとかそういうのを変えていって計算して、それで最終的にそういう形になりました、すごいですね、すごいね。で今回はでもその白いですよね、作品が、はい、でさっきおっしゃったように20年白を使ってる、そうですね、私もなんか昔ベンチで会った時も真っ白だったですよね、はい、やっぱり白っていうのは永遠の白ですから、素晴らしい、ね、素材としては非常に純白に近い、そしてしかもその汚れがつかないっていう素材ですよね、その辺の素材の話をちょっと、はい、ぜひ。いやもうね、そこら辺はまあこの素材ね、今ブラミジュンの名前つけてますけど、もともと私家業で使ってる工業用の素材なんですよね。で私はまあある時にこれをねアートの分野とかラグジュアリーコンシューマーの分野に持っていった方がいいんじゃないかと思って、で家業もやっぱり大変な時があったんですね、で新しい用途を探さなきゃいけないと、まあ、そんなような、まあ、タイミングがあって、それでもともと自分が住んだことがあるフランス、まあ、パリの方に持っていったんです。そしたらまあパリの方でアーティストやデザイナーや建築家の間でこう広まっていって、それでまあメゾンオブジェだとかああいうところ出たりとかして、まあ、グランプリいただいたりとかして、まあ、次今度ミラノにこうつながったりとか、まあ、パリとかミラノでこう人が得ながら出た
素材ブランドなんですね。ですから私が別に開発したわけではなくて、私はだから家業にあった工業素材を、まあ、見えないところのインビジブルな分野の部品とかになったものを、まあ、表に出した、うん、その素材の名前が、まあ、ブランビシュだという、うん、その素材自体は、まあ、科学的な製法でホタル石という石が元に、まあ、作られているものですね。なんか不思議な肌荒れがありますよね。その触るとちょっと柔らかいような感じと、うん、あったかさみたいな弾力もあるし、うん、はい、鉱物とは思えないような、 なんか不思議な感覚ですよね。うん、そうなんです。あと色もなんていうか、ちょっとこうどちらかというとクールな白ですよね。いや、だからあの白さもフランスとかねの人たちも見て、ここまでなんか白いものって見たことないと、うん、素材からできる色なんですよね。他のものからできない白、うん、で極めてその純白に近い色なんですよね、うん、だからそれが永遠っていうのは僕はすごい可能性があるんじゃないかと思って、うん、この世界になんかどっぷりこうなんか自分も投資されちゃったんですよね、うんうん、リオの上のリングもね、はい、全部これでできてるとそう思う純白の直径何メートルなんですか。あれはね3メートルです。ああ、うん、できるでしょう。いや、だからそれはねご存じの通りブランビシュってアクリルとかねああいうものは溶かして作れるんですよね、うん、だけどあれ溶けないんですよね素材って。だからそのセラミックのようにまずはその固形のねものを作り、まあ、パウダーを押し固めて焼いてで固形のものを作りますね。あの下それを削り上げるわけだから3メーターのリングを作るとなるとまず3メーターの、まあ、多分四角 な素材を、まあ、用意しないといけないと、うん、結構なもんですよ。それはそう簡単に素晴らしい、ぜひやってくださいでこの今日つけていらっしゃるそれもそうですよね。はい、はい、そうですね、まあ、そのぐらいなら小さいからできると。それはもう、だからもともとこれアート素材で広まっていったんです。パリとかミラノとかあとニューヨークに持ってきました。で非常に面白い素材だと、もうかなりいろんなそのハイエンドな人たちがね、あ、これはいいというね、ふうになったんですが、まあアートを身にまとうというね感覚ではアート素材がまたジュエリーにもねなるっていうのはすごく僕はいいと思うんですよね。だから今のところこうビジネス的にはねアートの分野ってそれはアーティストとねこう少し時間かけて作っていかないといけないですけど、プロダクトっていう点ではアートの世界観があるブランドとしてこのジュエリーがですね今非常に密かな人気が日本から特に出ているという状況なんですね。うん、マリコさんでもいろんな素材を使ってますよね。はい、私が覚えているのは前に茶器を作った時もあれガラスだろうと思うんですが、はい、こうパール、ね、はい、パールに光ってましたし、はい、そういうのやっぱりそのこういうものが使いたいとかこういうものが作りたいとかっていうんで探すわけですか、うん、素材。何でしょう、こういう色を出したいって言ってもう一からその制作する会社と色作りをするっていうことを始めたりとか、それから最近の作品でも真空蒸着を使うんですけども、その色の反射で光の反射で色が変わるんですけれども、それもそのなんて言うんでしょうか、レイヤーによってその色素がこう変わってくるので、それもこういろいろテストしたりとか、まあ、こう色作りっていうのはやっぱり非常に一つのラングエージなので、どういう色を出すかっていうのは、だから常にその作る側とコラボレーションして新しい色を開発してもらうっていうことをやっていただいてます。そうすると絶えざるねその素材と技術の開発みたいな、そうですね、その開発されるのが待ってることもあるし、あるいは逆に新しく生まれてそのおかげでできるようになった作品もありますね。やっぱり 3D プリントの技術だとか 3D モデルとか
それはすごく有効でしたし、で 3D モデルを作って 3D プリントですぐ数時間で見れて、また直して、でそのデータを海外に送って、それを実際に作品に作っていくっていうことは、本当にここそうですね、5、6年以内に可能になったことではないかなと、そこまで何ていうかこう身近にできるようになったっていうのは、広がりましたよね。はい。あと最近その虎ノ門に設置した作品なんかも、はい、まあ、見ると 3D プリンターでなきゃ作れないんじゃないかって格好してますよね。だけど全然スケールが大きい。はい。ああいうのもどういうふうに作られるんですか。あれはですね、意外と最終的なところはクラフトマンシップに頼ってるんですよ。うん、だからそのこう想像するっていうところ、その想像したものをリアルに持ってくるっていうプロセスの中で、そのなんていうか 3D プリンティングとか、それから 3D モデルというのは非常に役に立っているんだけれども、最終的な作品をする、作品化するときは人の手、クラフトマンシップがに頼れざるを得ない。だからそういう意味では人のこう技術っていうのがそこで生かされるんですけど、でもそこに持っていくためにその開発された技術っていうのが非常に有効なんですね。じゃあ今ね、こういうものを作りたいとかね、こういう素材はないかとか、なんか考えてもらうんですか、春日さんに相談して作ってもらうっていや本当にニーズオリエンテッドで、やっぱりそういう今アーティストもね、こんなような素材があればいいなとか、そういうのがあれば、僕はだからね、そういう意味ではそういうのをね、研究している研究者とのマッチングをぜひそういうやりたいですよね。結局僕は素材の研究者がね、もう毎日かなりもう相当何十何百ってね開発してるんですよ。でもそれが何になるかね、想定はしててもそんなすぐならない。でそういう面ではまずはアートと結びつけて世にこう見せてみるっていうのがすごくいいと思う。そうするとすごい面白いですよ ね。つまり開発してる人たちはこれが何の役に立つかわからないで、いろんなものを作り出してるってことですよね。一応なんとなくあれですよ、ターゲットは決めてるんですよ、でただすごくね、世に出ないでお蔵入りしちゃったりするね、そのもあるから、なんでさえ言うようにそれを早くこう出す。でもそれにはそのまま素材で出してもなかなかわかんないから、森さんのようなさアーティストがこう使って何かの作品を作ることで伝えるという、これすごくいいと思います。本当にこれはこういうふうに使えるんじゃないかっていうのを逆にアーティストが考えるみたいな、いやという世界ですよね。だからそうするといわゆるこのアート作品とねプロダクトの境界がね、こうだん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 こう上がってくるのかもしれないですね。なんかこう今の時代特にね、その自然っていうものに対して人間がどう向き合っていくか、自然とどういう関わりを持っていくかっていうことがすごくこう大事、それを考える、それを熟考する今タイミングなんではないかなっていうふうに思うんですけれども、でそのそういうやはりこう素材っていうのは人間がこう作り出す想像してきたものなんだけれども、それを使って逆に自然とどういう関わりを持っていくか、つまりそのなんていうのかな、こう一番最初に人間が作ったものっていうのは石器だと思うんですよね。で石を削って自分の手にこう収まるものを作って、それでものを作った。で今はもっともっと違ういろんなレベルのものが、いろんな科学的に合わせたものがいろんなものができてるんですけど、でも最終的にはやはりその、自然と異なるものになったとしても実は延長線上であるはずだから、それをどうやってその自然と関わっていくか、人間の立ち位置をどういうふうに持っていくかっていうことが非常に考えるべきテーマなんではないかなと思うので、その新しい素材を作るにしてもそういう視点があるといいんじゃないかなと思うんですね。まあ、最近流行っている言葉で SDGs って言うんですけど、はい、サステイナブルディベロップメントゴールズ、はい、
まあ、要するにそのどういうふうにねやっぱり人間の活動を自然の中にもう一回還元していくかと、うん、で還元できないものができすぎちゃったんだね、うん、そのもの素材としても、だからそれをもう一回考え直す必要があるということなんだろうと思うんだけども、うんはい、もう一つのその延長線上でその歴史とか文化とかそのこの世界っていうのをどう捉えるかっていう捉え方がねシフトし始めてるような気がするんですよ、うん、つまりまあヨーロッパの思想で見ると中世の時代は神が中心にいたと、うんうん、でルネサンスになって人間が中心になったと、うん、でその延長線上に民主主義とか、うん、個人の尊厳とか人間の命が大事だっていうのがあるんだけど、うん、今もう一回人間を今度はその他のもの地球上の資源とかその植物とか鉱物でもいいんだけどそういうものと同格のものである、うん、でそれ以上ではない。でもそれは仏教的な考え方で、すでにもう、そうそうそう、あの特に日本の文化にははい、でというふうにね、うん、世界中にシフトしてきてるんじゃないかっていう感情を僕は持つ、うん、でこれはまあ、ある意味でそのまさに東洋思想に近いだろうと思うんだけども、うん、自然っていうものの上に人間がいるわけではないっていうね、うん、一部であるっていう、うん、これ結構大事なんじゃないかと思うんですよね、うん、世界的にそうなるっていう、うん、はい、うん、そうなんです、うん、そうなんです。それで、あのやっと世界が追いついたと。はい、あのそのね、はい、そう思います。そう、2010年にそのファウファンデーションっていうのを作ったんですけど、それはあの6大陸の一つ一つにその自然に対する水系のあの作品をまあ永久設置するということで、今のテーマは人間も自然、うん、一部じゃなくて自然。うん、だから今度は今まではその海をオマージュしたりそれから滝をオマージュするんですけど、次のプロジェクトは人間をオマージュする、うんうん、ということでそのに人間も自然なんだっていう意識を持つことによって自然と同じレベルになる、上でもなければ下でもない同じ、うんうん、そういうふうなこう見方で、あのなんていうか見てほしいなっていうのが、はい、あります。素晴らしいですね、はい、それがこう円環で表彰されるみたいな。円環、ああ、うん、サークレーションですよね、はい、まさに、うん、ぴったり。確かに物事の資源でもあるし、はい、まあ、循環でもある、循環、うん、それが純白の白でできて、うん、はい話がまとまりますね、これ。いや、まとまりますね白っていうのはこう光をこう反射する、黒はね吸収するけど、うん、白はこう反射するということで、あの非常にこう光に近いではないかなっていうふうに思う、うん、感じてるんですね、うんうん、眩しい時見えない、もう目が開けられないぐらい見えない時って真っ白なんじゃないかなって思うんですけど、だから白っていうのはすごく光をイメージしているように私は受け取りますね。今やってるあの古典の方では、はい、あのあれですよね、クリスタルを使ってますよね、はい、あ、アクリルですよ、アクリルですよ、ね、はい、うん、はい、うん、あれはソリッドなんですか、なんか空洞。ソリッドです、はい、相当重いでしょうね。重いですね。あれもあの同じように積層になっているんですね、うんうん、でそういうのでもっと大きな作品とかをパブリックアートみたいなところで考えてなさってる、はいはい、考えてますよ。8メートルぐらいの、うん、アクリルで8メートルって大きいですね、はいはい、他にはどんなこと今宮古島の作品ね、はい、ちょっとご紹介いただいてもいいんですかね、うん、ありがとうございます。あの、まあ、日本では一番近いところはあの宮古島にその、屋外彫刻ファウのプロジェクトとしてはあるんですけれども、サンピラーといいまして、2011年のちょうどあの、津波があった年なんですけれども、うん、あの石像 の, あのピラーがあって、であの、七光湾という湾のところにあの岩中心のところに岩があるんですけど、そこに立ってまして、で冬至の時にその冬至の太陽がちょうどサンピラーの上にこう降りて、それでそのサンピラーが湾に影を落とすんですけれども、将来的にはムーンストーンというあの作品を置きたくて、でそのまあ、
冬至の時に太陽と月の結婚ということで、その自然のサイクルの再生を意味してるんですね。でこれは旧石器時代の新石器時代のそのいろんなこう何て言うんでしょうかな、縄文もそうですけれども、古代ケルトでもアミニズムでは特にその冬至というのは非常に重要な、なんていうかポイントだったので、いろんな遺跡にその当時の日の色を入れたりとかっていう遺跡がたくさんあるんですね。だからあれは当時の時に太陽が昇る時にその柱の後ろから出るんですよね、はい、降りる時です。あ、降りる時、はい、西でしたか。西ですね、降りる時に。でリングも当時の時に当時のあの太陽がちょうどリングとこう重なって、重なるとリングは消えちゃうんですね、太陽の方が使う。でもまた太陽がこう過ぎるとまたリングが現れるんですけれども、太陽とこう一体化するんですね。宮古島は実はね、非常に早い段階に私も見に行ったんですけど、はい、まだ作品ができてなかったんですけど、はい、素晴らしい綺麗な湾ですよね、はい、誰もいないし家も何もない、はい、かなり小さい丸い湾なんですよ。 その真ん中に岩の島があるんですよ、はい、そこにガラスの柱が立ってるんですよ、はい、でもね、それもね、私できると思わなかった。だって台風とかの時の、はい、波の力ってすごいでしょ、きっとああいうところは、はい、だからガラスの柱がずっと立ってられるだろうかっていうのは非常に思いましたけどね、はい、未だに立ってますよね、立ってます。ちゃんとね、たくさん の、 台風を受け、うん、形がちょうどね、まあ、もちろん波はもう越えて、うん、でも非常に素晴らしいエンジニアリングのチームがあって、琉球大学の先生にもご協力いただいて波力計算もして、うん、それで、まあ、岩自体が1億年持っているから1000年単位で持つはずだという計算になってます、うん、だけど波がかぶった時なんかも、ね、受けてそれは折れないっていうのはすごいですね。そうですね、あれはでもガラスではなくて実はアクリルなんですけど、うん、同じこう積層になっていて、うん、で積層っていうところでもやはりかなりこうなんていうかな、普通のアクリルよりも、うん、耐久性が強いんですけども、うん、形がこう 波や風を受けてもその、うん、割と抵抗しない形になってます。いやー、やっぱり自然の中にねそのアートがあるっていう、うん、一つの大きな流れっていうのが今ね、はい、まあ、特にポストコロナの時代には、はい、必要なんじゃないかと、まあ、そういうものが増えるんじゃないかと、はい、実は思ってるんです。そうあってほしいです、うん、はい、それからもう一つの視点として、その日本っていうのがね、なんていうんですかね、まあものすごく大きな美術館っていうのは作らなかった国ですけども、一方でその地方にたくさん小さなアートサイトができてきてる国だと思うんですね、はい、まあ、一番大きいのは直島だと思うんですけれども、はい、それ以外にもいろんなアートサイトが点々とできてきてると、はい、見方変えると日本というのは、ね、国全体が美術館なんです、うん、でそれを訪ねて歩くようなね、そういう小さな島国になっていくかもしれない、うん、でその時にそういう自然の中に出立してるようなアートが、うん、意外なところにこう少しずつできてきたりすると面白いなと私は思ってるんですね。古神道の時代から、うん、その例えば岩倉だとか、うん、そういう意味で、まあ、巡礼する場所が、うん、例えば那智の滝なんかも巡礼の場所だったんですけど、そういうこう伝統があるので、それをこう引き継ぐような形で、もうお遍路さんのように巡礼して歩くと日本全国をね、はい、いい、ちゃんとスタンプがあったりするんですけど、うん、でだけどその私が思うにそのやっぱり森さんの作品っていうのはそのコスミックというべきかどうかわからないけど宇宙的視野の中にあるんですよね、うん、大地と自然と地球っていうグローバルな視点の中でアートを見てる気がするんですよ、うんうん、ありがとうございます。非常に大きいですよ。それねなかなかいないんですよ、そういうアーティスト小さいものを作る人はたくさんいますけどね、うん、このようなその俯瞰的な視野っていうか、うん、すごく大きなスケールでアートってものを捉えてるっていう人はあんまりいないでしょう、うんうん、そう思いますね。ありがとうございます、うん、
まあね、まあ時代が時代だったのかなと思うんですけれども、うん、本当にまあ今ねこういろいろ自粛をした、時間を持って、まあ、そこまでこう飛行機でね移動するっていうことが本当に必要かなっていうふうに考え直してるんですけれども、うん、でもそれにしても、まあ、そのコロナ以前の時代では割と自由自在にもういろんなところに行けた、うん、でいろんなその地球上の自然の姿を見る機会があったんですね、うん、だからまたその違うその自然に対する違った形の文化を持っている、うん、その地域も見れた、うん、だから同じ、まあ、形は違っても同じ自然に対する畏敬の念というものを各地で持っていたっていうこともよく分かった、うん、だからそういう経験ができる時代だった、うん、そこを経ているからそういう視点が持ってたのかなというふうに思いますね、うんうんうん、まあ、この質問どうなのかと思うんですけど、そこにお父様のね、はい、視野っていうのは入ってると思います。そのお父様っていうのは太陽の光を、はい、よくご存知で、キャッチするようなことをね、はいはい、研究して開発した方ですよね、はい、それはやっぱりそのすごく宇宙的な視野が入ってると思うんですよ、うん、地球に注ぐ太陽の光を、うん、はい、捉えるっていう、うん、影響を受けてると思いますよ私は。はい、見てる視点は早くになくしてるものですから、もうね、どのくらい前だったか、やはりその父への思いというものが非常に残っているので、どこかしらその一緒に作ってるっていう気持ちはあるんですよ。いなくても不在であっても。なんで、まあ先ほどね、何かこう春日さんに新しいものをこう作ってもらったらっておっしゃったんですけど、もし願いが叶うのであれば、思ったことが形にできるその装置、もう 3D プリントってそれに非常に近いんですけれども、うん、で人は自由であるから想像ができると思うんですよ、うん、で想像ができるっていうことが自由でもあると思うんですよ。でこれはもう切っても切れなくて、でそれがその想像するっていう経験をすればするほど自由の大切さっていうことを実感できると思うんですね、うんうん、そうするとすごく世の中は変わっていくと思うから、そのなんか装置ができるといいなと思って、ね、その時の素材はどうしますか？それか形はまあブランビジュですか？ブランビジュでもいいですよ。なかなか深いお話ありがとうございます、ね、今日だいぶ素材っていうところからさらにその創造性の重要性とかね、自由とか、まあ、思想とか地球をどう捉えるかとか、うん、そういうようなところまで短い時間ですけど、はい、どうもありがとうございました。いや、どうも本当にありがとうございました。